皆さんこんにちは。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタントアタックセールスアソシエイツの横山です。余財管理大学へようこそ。本日のテーマは会議アジェンダの超基本、ここだけを押さえておけばいいです。皆さん会議効果効率的に運営そして進行やってますでしょうか。このね YouTube チャンネル余財管理大学って会議ネタ結構多いんですけど、多くの人が見るんですね。ですので今回は会議アジェンダの作り方、とても基本的な話ですけども、皆さんにご紹介したいと思います。こちらの YouTube チャンネルは日立製作所で SFA CRM の設計開発導入支援をやってきた横山が営業目標を安定的に達成させるためのマネジメント仕組みスキルをご紹介するチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは行きましょう。会議アジェンダ、そうなんだよな、会議アジェンダ作らない人いますよねそれはちょっともう論外かなっていう感じがするんですけど、だから手ぶらで会議にみんなやってくるという感じですよね。だから運動会があるとするじゃないですか。で運動会はあるで、その日にちの何時に例えば、生徒さんがやってきて、保護者の方もね、いらっしゃると。だけど、午前中に一体どんな競技があるのか、午後にどんな競技があるのか全くわからない感じでみんな来るわけですよ。ですからうちの子供が何時に玉入れやるのか、うちの子供がかけっこ出るのかが全くわからない、そんな感じですね。小学校の運動会の主催者、例えば校長先生とか教頭先生が、じゃあ次はどうしよう、綱引き行こうか、じゃあ綱引きはどことにかくやろうかみたいな、もう思いつきでやってる感じじゃないですか。だから会議もそれぞれめちゃくちゃまずくないですか。とりあえずみんながやってきて、おお、じゃあ会議やるか、とりあえず現状教えてもらおうかな、どっから行こう、誰から行こうか、よし田中から現状どうみたいな、これってさっきの運動会の話で言うと、何から行こう、何から、綱引きから行く、あ、まだ準備ない、準備できてないんだったらちょっと学級対抗リレーも最初から行く、行っちゃう、やっちゃおうかみたいな、そんなちょっとゼッケンつけて、ゼッケンとかね、もうめちゃくちゃじゃないですか。それとでも一緒ですよ本当に。ですから会議アジェンダを作るのは当たり前、ただ簡単でいいんですよ。今回は3つだけあればいいという話をします。っていうか4つも5つもいくつもあるっていうことは、それだけてんこ盛りな内容を会議でやるっていうことなので、まあ間違いなく効果的にもならないし、効率的には全然ならないですよ。ですので3つだけ押さえていただきたいと思います。この3つをちゃんと押さえるだけで必ず皆さんの会議は見違えるようになると思います。効果的に、そして効率的に。なかなかうまく進まないな、1時間経っても2時間経っても全然ラチ開かないやみたいなことはなくなりますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。まず一つ目なんですけど、会議アジェンダ最初に何を書いておけばいいかというと、前回の振り返りです。当たり前なんだけど。で二つ目は何かっていうと、本日のテーマ、必ず1会議1テーマです。2つも3つもてんこ盛りでやることはダメです。もう間違いないです。テーマがね、いくつもあるっていうことは、必ず会議の出席者が増えちゃうんですよ。だから1テーマだけです。そして3つ目は何かっていうと、次回までの宿題です。だから次回まで何するのということです。でこれどういうことかっていうと、会議を点で考えてる人がいるんですよね。一回こっきりの、会議だったら、ともかくとして、例えば進捗管理のための会議だったら必ず点と点をつなげていかなくちゃいけないじゃないですか。プロジェクト会議だったら、そのプロジェクトのメンバーを定期的に集めていきますよね。ですから月例会議とか週次ミーティングとか定例会議みたいなものっていうのは、必ず点と点をつないでいかなくちゃいけないということです。だから授業と同じなんですよ。前回どこまで勉強して、で今日は何をするのか、そして次回までに一体何を、予習しておかなくちゃいけないのか、こう復習と予習っていうものもちゃんとお伝えすることによって、あーって生徒の皆さんはこう理解が促進されますよね。これなんですよ。ですから点でやってる人っていうのは、なんとなく集まって、なんだっけってから始まるんですよ。今日はなんだっけみたいな。だから前回のことも全然覚えてないってことは、今日会議することは次回までも覚えられないんですよ。主催者も覚えてないっていう感じ。だから会議をやるためだけに集まるのはもう絶対
対にやめた方がいいということです。例えるんだったら F1 会議はピットインなんですよ。なのでみんな F1 でこう走ってるんですよね。レースを走ってる。だけど途中でタイヤを変えなくちゃいけないとか、ガソリンを補充しなくちゃいけないとか、いろいろチェックしなくちゃいけないですよね。だからそのピットインってみんなものすごくこうクルーが集中して、ドライバーも一緒に集中して、ものすごく短い時間の中で対策を練るわけですね。レースがメインじゃないですか。でしょ？営業で言うと営業活動がメインなの。営業活動を阻害するようなピットインって絶対おかしいんですよね。なので必ず点と点をつなげるようにアジェンダを作るということがとても重要です。概要欄で紹介されています。余罪管理をするための会議ってどうすればいいのか。それがね、分かっていない人もいますので、概要欄で紹介されていますので、そちらの動画もぜひぜひチェックしていただきたいと思います。今回の動画はいかがだったでしょう。ぜひ皆さんにはこの余罪管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画参考になった、気に入ったって方、いいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。そして私のメインのメディアはメルマガです。こちらも概要欄で紹介されていますので、ぜひメルマガ登録よろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。